ヤラザ森城は沖縄県那覇市にあった琉球のぐすくである。那覇港の国場側川,川口南にあった。ヤラザ森城は1546年に小西洋によって那覇港南口に築城された。那覇港と那覇市街を守るために島以上の三重城と並んで築城された。両城の間には鉄の鎖の防波網を張り、船の入港を防ぐことができた。 二条のうち大きい方のヤラザモリ城は7から9センチメートルの大砲で武装していた。また、防備陣ではクイや国産のハンドキャノンなどで武装していた。これらの防御は海賊に対するものだったが、1609年の薩摩軍の侵攻の際には、薩摩の艦隊を追い払うことに成功し、ヤラザモリ城が極めて重要であることが証明された。その後も、 海賊対策に使用されたが、一般的には民間人による船の見送りに使用されるようになった。もともとは海上に築かれた城で、長い土手道が本土との間を結んでいた。しかし、時が経つにつれ、土手と南側の土地の間に土砂が堆積し、土手が海岸の役割を果たすまでになった。1945年の沖縄戦後、アメリカは那覇港の南岸に、 海軍基地を設置した。基地拡張の一環として、やらモ森城は1950年に取り壊された。ありがとうございます。